ねえ、俺って面白いやつだと思う。本当に面白いやつは自分から。ねえ、俺って面白いやつだと思う。なんてくだらねえ質問しないと思うんだが。いや、俺動画がおもんなさすぎて登録者と再生数が全然伸びないから、面白さが何なのかを必死に研究してるんだが。いや、酷かもしれないが面白さっていうのはほぼセンスだと思うぞ。面白いやつとうぷ主みたいなクソおもんないやつでは脳みそが違いすぎる。でも今までうぷ主は一度も面白いことを言ったことないから、多分脳みそもおもんないやつの構造をしてると思うのぜ。まあどんまい、面白いやつになりたければ自殺して来世にかけるんだな。とは言いつつ俺も面白くなりたくて、最近は面白いやつの特徴を研究してるんだよね。やっぱりな、俺らには面白さが足りないんだよ。今から、俺が見つけた面白いやつの特徴、お前にも紹介してやるよ。お、なんだそれ。面白いやつあるある、人が気づかないところに気づく。さなえ。おレイム、朝早いな。あのさ、今思ったんだけど、このもんさ、よく見たらめっちゃハートみたいで可愛いやん。だからこれで写真撮ったら、めっちゃインスタ映えして、クラスの男子にモテモテやで。ほんとだ、超可愛い、レイムおもろいこと言うな。面白いやつは普通のやつと違う視点で物を見れるので、普通の人が言えないおもろいことが言えるんだぜ。いや、これ普通に感性がユニークでちょっと変わってる人ってだけで、俺の目指してる面白さと絶対違うんだけど。何言ってんだ、こういうユニークな視点こそが、おもろいエンターテイナーになる礎なんだよ。そうなのか。面白いやつあるある、時間、の扱い方がうまい。はぁ、やっと着いた。東京から何時間もかけてここに来た甲斐があったよ。俺グルメだからさ、蕎麦の味にもめちゃめちゃこだわりたいんだよね。ここの蕎麦美味しいかな、美味しくないかな。いやわざわざ香川まで来たんだから美味しい蕎麦じゃないと困る。いや香川まで来たならうどん食えよ。いやこれはおもろいやつや。いや香川でうどん食わな、東京から来た意味ないやろ。といううちなる叫びを、ツッコミが先導を失う寸前のタイミングまで貯めて、ここぞというタイミングでグイ気味にツッコミを入れる。やっぱり面白い人はタイミングの扱い方がうまいよ。いや香川イコールうどんって固定観念にとらわれてる時点でおもんないし、香川にもそこでしか食えないってレベルの絶品の蕎麦屋さんはあるかもしれないだろ。やっぱおもんないわお前、そんな細かいところ気にする必要ないじゃん。そんなんだから5桁再生がいつまで経っても安定しないんだよ。面白いやつあるある、滑りを恐れない。今からしりとりしようよ。じゃあしりとりしようのよ、からね、よっと。なんでそっから始めんねん。じゃあ次へと、ね、とにか、で、マリサの好きな人の名前の頭文字じゃん。よく3人でネタにしてるし、言ってみたら意外と受け取れたりするかな。あーでもいきなりしりとりで固有名詞出したら意味わかんなくなるかな。伝わんなかったときめんどくせー。てかそもそも俺ごときがネタなんかの端って受け取れるわけ。か、で、カイトのかじゃん。ギャハハハハハハハ。出たー。マリサやつー。わら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 。やはりボケに恐れは命取りだな。滑るかも、とくよくよしているとボケを発動できないし、発動したとしても、勢いがないからどう転んでも滑る。つまりボケには、滑りを恐れないだけの強いメンタルと自信が必要なんだ。確かにそれはそうかもしれないけど、そもそもこれに至ってはこいつらのうちはネタだよね。てかお前さりげなく好きな人の名前さらされてるけどいいのか。あ、カイトは本名じゃないから大丈夫。あの子のコードネームだ。なんで学校の同級生にコードネームがあんだよ。カイトってやつ何者なんだよ。でもうぷ主、俺が一番言いたかったのは、3番目のことなんだ。どういうことだ。もっと自信持てってことだ。お前にはきっと才能がある。だから登録者1万人まで来れたんだろ。努力は裏切らないという言葉があるように、実績もお前を裏切ったりはしないさ。お前は素晴らしい投稿者なのは間違いない。この激戦の YouTuber 界を、ここまで勝ち上がってきたんじゃないか。だからもっと自信持って、胸張って、そうすれば勝手に面白い動画も作れるようになるさ。うん。ありがとう、慰めてくれるパートナーがいると心強いや、やっぱり。だからこれからも一緒に動画作り頑張っていこうな。うん。そこはなんかボケろよ。ははははは。